こんにちは。タイムラプスフォトグラファー成沢博之です。先日ですね、私のチャンネル登録者数400人になりまして、応援いただきましてありがとうございます。まだまだ成長過程のチャンネルですけれども、これからも皆さんに有益な情報をお届けしたいなと思いますので、引き続きよろしくお願いします。先日アップした動画で、ニコンのカメラを使ったホーリーグレール撮影の設定の方法ですね、夕焼けから星空から朝焼けへの滑らかなタイムラプスの表現についてご紹介させていただきました。じゃあニコンのカメラ以外はどうすればいいのっていうところで、デジタルカメラであれば大体表現は可能だと思うんですけども、マニュアル制御でのホーリーグレール撮影のやり方についてご紹介したいなと思います。自分が撮影しているところ撮ってきたものがあります。4月の頭に撮ってきたんですけども、それを編集しましたので、撮影現場でどういう風にやってるのかっていうのをお見せしつつ、 LR タイムラプスの処理も今日はお見せしたいなと思います。自分がどういう処理をしているのかっていうのを引き続きご視聴いただければなと思います。それでは行ってみましょう。どうぞ。今日は夕暮れが終わって、月が出てきてですね、月明かりの中のその星空までやりたいなと思ってますんで、そのホーリーグレール撮影の手順をですねご説明したいと思います。今感度 400F4、 あ、違う、感度 250F4、 シャッタースピード400分の1というシャッタースピードになってます。で、私の場合はこのヒストグラムをこういうふうに、常に見えるようにしておきます。で、このヒストグラムの山が、どんどん今日没なんで暗くなっていきますので、どんどんこう左にずれていくんですね。ちょっと左にずれた時にシャッタースピードを落としてっていう風に、明るさをこの波形のままですね保っていくような感じで頑張るというような作業をします。それではまずインターバル撮影を開始します。シャッタースピード5秒までいいですよと。で、インターバル撮影はインターバルを5秒とって合計10秒という感じですね。で、これ今見えてる画面ですね、真っ白に見えてますけども、実際は、ちゃんと映ってます。手前の風景も空もしっかりと映ってるような感じですね。で、注意していただきたいのは、ホワイトバランスですね。ホワイトバランスを固定にしておくと、これホーリーグレール撮影の場合は、この場合は必ず画像処理が前提になりますので、とにかくホワイトバランスが、極端に崩れるときがないっていうのが大事になってきます。なので今は太陽光で設定しますけど、蛍光灯でもいいし、何か固定をしておくと。で、画像処理の時は大体そのホワイトバランス、今、太陽光なのでイエローが強い感じなんですけども、夜になるとブルーによるようになってきますので、だんだんこう画像処理をした時にイエローからブルーにだだ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 切り替わっていくようなイメージの画像処理の仕方になるんですけども、今 1.6 になりましたね。落とします。はい、プラス2で、このヒストグラムは夜になるとだんだん効かなくなります。その光が少なくなってくるので、ヒストグラムが、この目安になるのはこの昼間のうちってことですね。朝の場合だとこれ逆転します。暗いところからスタートしますので、最初の適正露出を見つけてからやっていくと。で、朝の撮影は朝の撮影また別に撮りたいと思いますけども、こういう感じで、シャッタースピードをどんどん落としていきます。で、今まあ5秒ぐらいまでいったら、今度は、感度、今250になってますけど、感度を上げていくと。シャッタースピード5秒までいったら、インターバル5秒今設定しているので、感度をどんどん上げていくというような感じで、最終的な適正露出は夜、今日は月が出てますけど、真ん中よりちょっと左ぐらいにですね、ヒストグラムが来ると適正露出ということになりますので、こういう地道にこういう作業をやっていきます。で、今、時間は、5時50分ですね。17時50分です。で、今日の日没なんですけど、今日の日没時刻が18時12分。あと30分ぐらいで日没ってことですね。で、そこから30分かけてまたマジックカメラになって、1時間半経つと星が撮れるような暗さになってくるという感じですね。あ、また 1.6 になってる。はい。ね。こういう感じで地道にやっていきます。で、実際これやってみると、
うわそんなにやるんだ辛そうって思うんですけど、実際やってみると結構楽しいです。こう空の変化とか景色が変わって徐々に変わっていくのを楽しみながら、カメラの方をたまに見てですね、こうエロ質を下げていくというような感じで作業をするんですけども、結構これが楽しいです。夕方の方が楽しいですかね。朝方結構きついので、初めてこれやる人は夕方のホーリーウレル撮影からスタートすると、いいと思います。じゃあこのまま時間が経つのを待つというか、この作業を進めたいと思います。今日みたいに薄い雲がかかっていると、この薄くて白い雲が高い雲があると、そこにこの太陽の光が照らされてこの雲がピンク色に染まるんですね。なので今日はそういう色が出るといいなと思って。今ですね、時間が、日没時刻を過ぎまして18時17分です。だいたいこのなんですかね、日没の前後、15分ぐらいからすごく露出変化が激しくなってきます。ここが日没前後の、まあ、30分ぐらいですかね、が割とまあ勝負の時間帯で、この辺の時間帯は本当に集中して、目の離せない時間帯になってきています。これがちょっと勝負ですね。だいぶ冷え込んできました。今また露出を落ちました。で、こう撮影するときなんですけど、富士フィルム XT3 っていうカメラなんですけど、これはUSB 給電がこうできるんですね。ここから、モバイルバッテリーに、電源がこういうふうにつながっていて、長時間の撮影でもこの電池が切れないというか仕様になってます。まあ、こういうですね、バッテリーが切れないように、電池が切れないように撮影をするのがとっても大事です。ホーリーグレール撮影の場合は本当に昼間から夜までやったりすると4時間とかやったりする時がありますし、この撮影していくとだんだん分かることがあるんですけど、同じ時間帯で常に撮影していると始まるところ終わるところっていうのが結構似てくるんですよ。なのでかなり早めの昼間からスタートしたりとか、かなり遅めの夜までやったりとかっていうことが出てきます。なのでそういう時のためにやっぱこういうですね、 USB 給電ですねをしておくっていうのがとっても大事で、充電じゃなくて給電ですね、 USB 給電をしてくれるっていう機種が増えてますので、こういう機種がこの手の撮影には向いています。このホーリーグレール撮影の難しいところっていうのは、こうハイライト部、こう右側のヒストグラムですね、これはいいんですけども、シャドーバルじゃないですか、これ左側、これ地面になるんですけども、左側のヒストグラムが地面の暗さを示してるんですけど、これが左にべったりしてるとやっぱ画像処理で持ち上げた時にシャドウノイズめちゃめちゃ出ちゃうんですよ。なのでなるべくそのシャドウを持ち上げたい、明るくちょっと出したい、真っ黒にシルエットにしたくないので、ギリギリまでこうやってオーバー目に撮ってるんですね、自分の場合は。で、後でその画像処理でやっていくんですけども、昼間の撮影の場合はND フィルター、ハーフ ND とかを使って、この2つに分かれてる露出のヒストグラムが1個になるように、輝度差をなくすことができるんです。おっと、また落ちたな。できるんですけども、このホーリーグレール撮影の場合は、星空まで撮影をする今前提でやってるので、また落ちましたね。はい、ちょっと、はい、フィルター基本的につけれないんですね。 ND フィルターつけておくと星撮るときにものすごく真っ暗になっちゃうので、基本的にはフィルターなしで撮影をするものなんですね。なのでもう画像処理やる気でこうヒストグラムをなるべくちょうど明るめに撮るっていう感じですね。
ただいま時刻が18時40分。日没から25分経過しました。シャッタースピードがついにですね、5秒まで到達しました。あ、目を離した次にプラス 0.6 になっちゃったね。ここから感度を上げていきます。本当はな、ちょいちょい、下がって上げてってやっていった方がいいんですけど、今ちょっと一気に上げちゃったんですけど、まあなんとかなるでしょう。感度500になりました。露出が落ち着くまで、このままやっていきます。そろそろこの時間帯になってくると、ライト欲しいなって思いますね。星空の撮影で、大切なライトがそろそろ欲しくなってきて、手元とか見えなくなってきます。で、このライトなんですけども、市販のやつめちゃめちゃ明るいので、星の撮影の場合赤いライトを使うっていうのがいいんですけどね。こういう撮影の場合って赤い光が漏れちゃって、写真に赤い色がつくと、後で画像処理しづらくなっちゃうので、弱くて黄色い電球色のライト、まあ電球色がベストって言われてますけど、を持っていくのが、おっと、また一手下がった。一手持っていくのがいいです。ライト持っていかないと、ホーリーグレールの撮影が終わった時に、真っ暗でよく見えないってことになっちゃいます。また一手下がりましたね。はい、どんどん、シャッター露出を、感度1000になりました。はい、まあこんな感じでどんどん撮影していきまーす。今時刻が6時45分ですね。さっきよりも5分ぐらいしか経ってないんですけど、今感度が、2500まで落ちました。照明とかちょっと明るくて眩しくなってくるので、そろそろ、今ね、インターバルタイムを5秒にしてるので、この間、こういう時はですね、眩しいので、5秒以内にやると。1、2、3、4、5。はい、これでインターバルタイムが出ます。一回止めて今、再度やりましたけど。という感じでやっています。はい、皆さん、私ちょっとミスをしました。ですね、今感度4000ぐらいですね。4000F4、5秒っていう感じで、これヒストグラムすごい左にべったり行ってるじゃないですか。これ露出アンダーなんですよ。1.3 になってますけど、露出アンダーなので、露出5秒で大丈夫かなと思ったんですけど、全然足りませんでしたね。で、この辺から、露出値がですね、このヒストグラムが、ここに表示されているヒストグラムが当てにならなくなります。なので、一回ちょっとストップしようかな。本当はね、こういう作業しない方がいいんですよね。これ実際のヒストグラム、結構大場目だな。あ、じゃあ大丈夫か。このままいっちゃいます。露出アンダーかなと思ったんですけど、実際今写真を確認してみたところそんなでもなかったですね。なのでこのまま続けたいと思います。はい、月明かりがだいぶできました。時間がですね、今16時55分ですね。日没から40分ぐらい経過しました。で、月明かりが出てきて、ちょっと今自分の影とかもこう映るような感じになって、星が撮れるようなところに来て、こう月明かりを浴びると、月明かりってすごく眩しくてですね、自分の影とかできるような感じなんですね。で、カメラの設定は今 F4、シャッタースピード8秒、感度が4000というところで、適正露出になっていますので、もうあとはこのまま放置ですね、をして、時間が経つのを待つと。大体、そうですね。7時ぐらいまでやればいいんでしょうけど、7時半ぐらいまでとりあえずこのまま放置しましょうかね。というわけで、とりあえず伝わったかどうかわからないんですけど、ホーリーグレール撮影の様子を、お伝えしました。この後画像処理、スタジオにお返ししたいと思います。はい、では撮影から帰ってきました。ここから、実際の画像処理に入ります。で、実際撮影データですね、まずは取り込むわけですけども、取り込むときにこれ適当にこう入れてるフォルダーですけども、こういうふうにですね、私の場合ですと日付、撮影した日付、それから今これデモって書いてますけど撮影した場所ですねを入れて、
フォルダー管理してます。で、ここのフォルダ名ですね、必ず英語を表記にしてください。日本語だと読み込めないんですよ。英語でフォルダを作るようにしてください。で、読み込むと、今回、撮影したデータ、まあ、カメラ1個でいろいろ操作をするっていうのをお見せしますけど、実際私の撮影の場合って、夕方から次の日の朝まで、びっちりやることが多くて、でなおかつ夕方のそのホーリーグレールでもカメラ1台じゃなくて3台4台まとめてその手動で管理して撮影をしていたりとかするんですね。なのでこういうふうにいろいろ撮影したデータによってこうフォルダを分けてます。この日付、撮影した場所、テイク1、テイク2、テイク3、テイク4っていう感じでフォルダで管理してるんですね。まあこういうふうに、やってますということで参考になればと思います。で、取り込むときにパソコンによってはこうやってサムネイルで見れない機種とかあるみたいなんですよね。そういうときはまあこれから使うPhotoshop Lightroom でもいいですし、私はこの Adobe のブリッジっていうやつで、ここ7197までが今回撮影してデータなのねっていう感じで、ここから先は違うフォルダに入れる、ここまではさっきのこのデモ1フォルダに入れるみたいな感じで、このブリッジっていうソフトで確認してたりします。で、まあこれはよくて、じゃあ早速 LR タイムラプス5に入ります。この LR タイムラプス5なんですけども、主にその画像処理したものをその露出平滑化するためのソフトウェアになります。いろんな用途があるんですが、今回はその中でもタイムラプスに特化したところを確認しようと思います。作業内容としては LR タイムラプスでまずキーフレームっていうのを打つんですね。キーフレームっていうのは露出が変化したところですね。だいたいその今600枚ぐらい撮りましたけど、じゃまずは取り込みましょうか。ここにありますデモ1、これ取り込み655枚撮ったみたいですね。はい、読み込んでます。で、今回この655枚、撮影したうちの、何枚か、例えば5枚とか6枚とかに限定してライトルームで画像処理をするんですね。で、その画像処理をしたものを中心にして、その画像処理をした5枚、1枚目と2枚目の間を滑らかにする、2枚目と3枚の間を滑らかにするみたいな感じで、平滑化を行うという、ものです。で、これ読み込むのにちょっと時間がかかるので、少々お待ちください。はい、それでは読み込み終わりました。ですね、この画面についてちょっと説明しましょうかね。まずここにダーッとあるのが、これが今回撮影したデータですね。で、ここにその画像、今この一番上の写真が表示されています。で、このギザ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 ってなってるのが、これが露出変化のグラフですね。要はこう、暗くなってきました。そしたら私が明るくした。暗くなってった、明るくした。暗くなってった、私が明るくしたっていう感じで、こう、ギザ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 になってます。で、これで、なんていうんですかね。平均、中間の平均値を取るのが露出平滑化だと思います。で、ここ、ちょっとダーッと落ちてったのが、私がちょっと多分ミスっちゃったんでしょうね。で、なんか右側ぐちゃぐちゃっとなってます。で、取り込んだら、まず確認いただきたいのが、いらない画像っていうのを排除してほしいんですね。で、この左下の、ここ、ここですね。このボタンを押すと、再生できますから。はい。チカ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 になりますね。これがフリッカーってやつですね。通常のカメラの、なんだっけ、絞り優先オートで撮影すると、これ必ず出ます。で、今時のカメラには露出平準化平滑化っていうのが備わっていて、それをオンにするとこのチカチカはなくなります。ただ、絞り優先オートだと星空の暗さまで自動的に露出は落としてくれないよっていうお話でした。
ニコンの D850 以降のカメラはそれができるよっていうのは前回の動画でお話したところなんですけども、なので通常はまあ一般的なやり方としてはこういう手動でやると。で今おかしいところ2つあったの気づきました。まずここで、はい、これこれこれ、あ、ここでパキッと絵が変わってますよね。でこのインターバルっていうところを見ると、一番最初の写真から始まって8秒後7秒後7秒後7秒後6秒後っていう風にこうシャッターを切っていってますよと。でこれ1分18秒タイムラグがありましたよ、この前の写真との差ですね。なのでここタイムラプスになってないので、これはですねこういう風に、あ、ですね、やり方はこう選択してシフトして下を押したりとか上を押したりするとこうやってまとめて選択できます。もしくはこっちで、こっちですね、こっちでシフト押しながら、これでも同じことができます。これですね、シフト押しながら、クリックかで押し、クリック押しっぱなしでこうマウスをカーソルを動かすとこういう風に、できます。なので、この前のデータですね、消しちゃいます。こう選択したら、右クリックを押して、まあ、15枚データありますけど、まあ、いらないや、とかね、これはデリートイメージしますね。デリートイメージ。で、いろいろ出ます。これ、ハードディスクドライブから完全に消しちゃいますよ、と。もし、まあ、ライトルームで取り込んでるんだったら、そこシンクロされてるから、それは別にフォルダを削除してね、っていう、多分、そういうことが書いてあったと思います。まあこれイエスで消しました。で、チューッともう一回再生します。再生すると、おやおやおや、いい感じですが、最後の方で、あらあ、なんか変なデータ入ってますよ。というわけでこう最後いきましょう。はい、ありましたね。こう10秒間隔でインターバルしてるのに、ここですね、ここから違うデータ入ってますね。ほらほら、同じ日に撮影した違うデータが入ってます。でこれはこれでもったいないので、これは画像処理別にしたいんですね。なのでこういう場合はまた同じように選択して、右クリックで、リムーブ、ムーブイメージっていうのがあるんですよ。ムーブイメージ。これをクリックします。そうすると、こういう風に出てくるんですね。で、要は別のフォルダにこれ移動しますよ。消しませんよってことで、とりあえずデスクトップに入れて、で、クリックしてですね、ここに例えば、ピクチャーと言いましょうか。ピクチャーって入れると、このピクチャーフォルダを新たに作って、いらないで、今いらないよって言ったデータをこう移動してくれてるんですね。ほんとかよーってことをちょっと見てみましょうか。お、ピクチャーフォルダありました。あ、こっちにやっぱ映ってるんですね。というふうにやります。一番最初にやってほしい作業はこれですね。で、これで、もう一回、しつこいですけど、再生しますね。余計な画像のないタイムラプスシーケンスが、できました。ああいう夜景になってね。そういえばこれいつからいつまで撮ったんですかね。7時半まで ?7 時半までやるってことね。17時47分から7時半まで、約2時間ぐらいやってたってことですね。はい。で、まあ、こういうふうに、インターバル10秒でずーっとやってますよと。で、これ見ると、感度とシャッタースピードとが、F 値は固定でね。どん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 こう落ちてってるのがわかります。ですね。で、結構細かいなーって思うのが、ここのこのプレビューラムってこの明るさを示すところなんですよ。これが、こう暗くなったり明るくなったりするんですよね。露出値に合わせてこう、黒くなったり明るくなったりしてるんですよ。まあそれはいいとして。で、今回タイムラプスで使うのは、このビジュアルワークフローっていうところです。まあ、ベーシックワークフローは通常のタイムラプスもできるみたいなんですけど、基本的にはホーリーグレイルをやるときはビジュアルワークフロー。まあ、全部このビジュアルワークフローでいいと思います。
はい、それではまずやることは、データをきれいにしましたと。そしたらキーフレームウィザード、これをクリックします。はい、そうすると今わかります、ここになんかいっぱい点が打たれましたね。見てみましょうか。点点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 っていうなんか点が打たれました。これが LR タイムラプスさんが自動的に今打ってくれたキーフレームです。ここを画像処理すればだいたい平均値取れるんじゃないのというふうにお勧めいただいてるんですね。でもしいやこれこんなに画像処理しなくていいやと思ったら少なくしていいですし、もっとやりたいなと思ったらこう多くしていいですしっていう感じでやってって大丈夫です。あれさっきどのぐらいでやってましたっけ。あれもう一回やろうかな。 Create new ones。 あ、今打ち直し、再度打ち直しますよっていうのをやったんですけど、あ、ちょっとこっちもやりましょうか。キーフレーム一回閉じてもう一回やると、これはすでにキーフレーム打ってありますよということを言ってるんですけど、例えば、まあ、今の作業もう一回やりますね。少なくしたり増やしたりして、あれ結局 LR これ均等じゃないですか。均等にこう結局打たれてるんですね。で LR タイムラプスさんが作業した時でこことここなかったんですよ。まああってもいいんですけど、あれ LR タイムラプスどうやってやってたんだっけ、そっちにしたいなと思ったら一回これ当時行ってもう一回クリックすると、すでにキーフレーム打ってますけどもう一回最初からやるのって聞いてくるんで、まあイエス。そうすると、まあ、これが LR タイムラプスさんが自動的にやってくれたやつですね。ここちょっと変化が激しいからあまり見ないよってことを言ってると思うんですけど、まあ、これでとりあえず OK で、次にホーリーグレールウィザード、これはホーリーグレール撮影、その露出変化がこうギザギザギザっていう風に激しい時間帯に撮影したんだなって LR タイムラプスさんが判断した時にここがクリックできるようになります。まあ、今回そういうデータなので、クリックします。そうすると黄色いのが出ましたね。これ多分ここの露出値に対して打ち消すデータっていうんですかね、こういうデータを打ち消していくことで平滑化できますよっていうのが多分これだと思うんですよ。でこれ基本的にはこのままでいいんですけど、なんていうかここに沿って明るさが結局変化するようになってきます。なのでここを例えばあんまり落ち込んでほしくないのはこう下がっていってるじゃないですかっていう場合は、なんていうかこう形をですね多少こう動かすことが可能です。こういう感じでですね、基本的にはそのままでいいと思うんですけども、こういうふうにちょっと違う感覚でやりたいなみたいな時がやってるうちに多分出てくると思うので、そういう時はこれで打ち消すデータを変えれます。でまあここでセーブでセーブします。でここでドラッグトゥライトルームって書いてあるんですけど、本当はこれをクリックしてこうライトルームクラシックのアイコンにこうドラッグすれば起動するはずなんですけど、なぜか自分のパソコンは起動しないので、これで普通に私はフォトショップライトルームを起動してます。まあどっちでも問題ないです。で今この LR タイムラプスでキーフレームを打ちました。画像処理する写真を決めました。それから露出平滑化、どういう風にやれば露出が平滑化されるか、滑らかなタイムラプス、フリッカーのチカチカ感のないタイムラプスになるかっていうのをこっちで決めてくれたんですね。で、ライトルームで作業します。まずはさっきの写真読み込みですね。どこ行ったんでしたっけ？ローカルディスク D のデモだ。デモプラス1。これを読み込みます。ちょっと読み込みに時間がかかってます。枚数多いんでね、ちょっと読み込み終わるまで少々お待ちください。